手が本当に打てないですね、これが打てるとね、はい、本当打線が違うんですがね、このとこずっとブレーキになってますね。そしてスターティングメンバーに名を取られまして、今日は原選手だけここまで、この斉藤隆からヒットを放っています。から、入りまして2年目のドラフト1位です。23歳、非常にここまでは素晴らしいピッチングを続けています。まあ、ですから達川さんがジャイアンツの監督でしたら、今年1年は松井選手は2軍で育てね、プロ野球とお別れするかもわからんですよ。あ、はい、どっかの山奥へ逃げるかもわからんですよ。すごいところまで話が展開しますね。2度目、この斉藤がここまでジャイアンツ打線を3安打に抑えています。崩しにくいですね。あ、そうですか、はい、タイプが違うということですか。はい、そうです、はいはい、ここまで1対1、ヒットの数も3対、3本と3本。あ、やはりね、駒田はね、相手にとってはね、何するかわからんのですよね、顔の辺のクソボールをね、振ってヒットにしてみて、はい、いい立ち上がりしてくれた。4回はちょっとボールが高かったかなって話ですね、はい、今日の一塁側のベイスターズ場来たんですが、はい、今日はいいようですね、今日はね、ボールに力もあるしコントロールもいいし、はい、斉藤としては、これもこれ、なるほど、間に太陽じゃない、ベイスターズが、間に人を挟んで佐々木に行くのか、力端まで走るやつを、はい、あれをね、20本やってたんですよ。20本じゃ相当きついんですよね。はは、そして、まあ、首脳陣